そうね。ポンちゃんこっちおいで。ポンちゃんおいで。ほらよ。はい、ポンちゃんどうぞ。はい、OK。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、います。寂しい。どうも、山田です。犬とか猫と目があって、あ、どうしたのーって言ったことがある方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これね、ワンちゃん、猫ちゃん好きな飼い主さん、確実に一回以上人生で言ってると思うんですよ。なんですけども、一個考えてほしいんですけども、大体、どうしたのーって言われたペット側はですね、どうもしません。はい、どうもしてません。ただ見てるだけです。はい。俺もよくあるんですよね。もうポンタが朝起きてさ、見てて、あ、ポンタ、ポンタおはよう、何ポンタどうしたのーって言うんですけども、違います。ポンタはどうもしていないんです。どうかしているのは僕の方です。はい。多分いると思うな。この動画見てる人の中に言ったことある人結構いると思う、いますけどね。はい。はい、ということでね、今回なんですけれども、まあ、今週のポケモン GO のイベントまとめでございます。今週は正直な話、週末がもうメインなんですよ。なので今週のイベントまとめってやって、これゴーフェスの話を本当はした方がいいんですけども、ゴーフェスはもうゴーフェス準備でもう一本にした方が絶対にいいんですよ。なのでゴーフェスについては、もう正直ここではサクッとお話しさせていただきまして、むしろその手前の部分ですよね。で、今週、ちゃんと押さえといた方がいいポイント、やっぱりいっぱいございますので、その辺についてのね、お話をやっていこうかなと思います。ということで、まあ、今週のポケモン GO イベントまとめ、やっていきましょう。はい、こちらの動画公開の月曜日なんですけれども、まあ5月30日、新たにスタートするイベントとはございません。まあ週間リワードの受け取り日ということでね、まあ皆様すでに受け取ってるタイミングなのではないでしょうか。ただですね、もうアローラフィナーレですよね。こちらのイベントがですね、もう間もなく終了ですね。まあ翌日の火曜日に終わりとなります。なので、まあアローラフィナーレ関連のですね、ちょっとやり残し等がないかっていうのはですね、月曜日チェックしておきましょう。アローラフィナーレでですね、特に気をつけなきゃいけないところはですね、アローラフィナーレのスペシャルリサーチなんですけれども、購入分ですよねっていうのが一回削除されまして、その後また値段を改定されまして再度追加となりました。もしもですね、こちら、あ、そういえば買いたいと思っていたんだけども買い忘れていたなという感じの方はですね、こちらまあ火曜日までは一応出ているんですけども、まあこの月火中にね、しっかりと購入しておいた方がいいと思います。それ以外に気をつけるべきポイントいくつかございます。まず一つ目、アローラガラガラですよね。こちらの、進化、こちら忘れないようにしておきましょう。今回のアローラフィナーレ期間中はですね、通常のカラカラを進化させるとアローラガラガラに進化いたします。でこれ期間外だとですね、アローラガラガラも進化後のやつを捕獲する以外で、入手機会はございません。ということで今回はですね、シャドウのアローラガラガラですよねを作れる、まあ、大チャンスということでね、作ってる方いらっしゃると思います。もしもですね、あ、そういえば忘れていたという感じの方はですね、まあ、この月火曜日この両日でですね、忘れずに進化させておきましょう。また今回期間限定シャドウボーンをですね、アローラガラガラ覚えますので、こちらの方もお忘れなく。そしてもう一点気をつけていただきたいのはですね、タスクによるアローラ御三家の厳選が、このアローラフィナーレが終わった後ですね、一旦できなくなってしまいます。ただまあニャビーたちですよね、卵ではですね、これ以降も入手できますので、まあ一切ね、高個体値厳選ができなくなるというわけではございません。ただまあタスクだとね、狙い撃ちができて効率も比較的いいので、まあアローラフィナーレ期間中にちょっと御三家の、例えば 100% 欲しいなとか思われていた方はですね、この月火中にですね、もう一回タスクを回収してやっていきましょう。あと意外と忘れられがちなのがコレクションチャレンジですよね。こちら皆様すでに終わっていますでしょうか。今回報酬経験値も美味しいし、あと言わんこもね、手に入るというところで、もしもね、これ終わらせてない方、しっかりね、終了させておいてください。で、今回ね、新アバターあったじゃないですか。木狼とニャビーと足回りの新アバターですよね。こちらはですね、イベント終わった後もですね、ショップで購入が可能でございます。期間限定じゃないので、ここに関してはね、焦る必要がございません。以上がね、アローラフィナーレが終わるまでにね、ちょっと気をつけておいた方がいいポイントでございます。それでは火曜日のね、イベント見ていきましょう。火曜日スポットライトアワーが18時19時でございます。5月最終日、31日の、スポットライトアワーはツツケラが対象となっております。で、このツツケラのスポットライトアワーのね、ボーナスがですね、実は事前に発表されていた内容からですね、しれーっと文章が更新されていました。ですね、もともとはこれ捕獲時の雨2倍のボーナスだったんですよね。なんですけども、なぜか公式サイトの方がですね、更新されまして、捕獲時経験値2倍に直ってました。
理由はわかりません。ということで、まあ当日ですよね、ちょっとつけらの飴をいっぱい集めたいとか、レイドですよね、で飴集めたいと思っていた方にとってはちょっと、残念な、状態になっております。まあ幸せ卵を砕いたらね、効率的にね、経験値獲得できるかなって感じですね。そして正確には水曜日なんですけれども、まあ実質、この火曜日がですね、カップ全種ですよね、の厳選およびメガチルタリス、これのレイドのほぼ、まあ実質最終日となっております。水曜日はね、朝の10時までしか挑戦することはできません。もう、10時以降はですね、じゃ次の伝説レイドに切り替わりますのでね、この、追い上げをしたいと、レイドを追い上げしたいという感じの方は火曜日頑張りましょう。そして水曜日ですよね、6月に入ります。このタイミングでシーズンオブゴー、というね、新シーズンがスタートいたします。で、このシーズンに入ったタイミングからですね、トレードが2回で交換時に、ポケモンの飴が1個追加でもらえる、プラスアメ XL がですね、こちら確定で、もらえるようになるという風になりますので、これ裏を返すとですね、水曜日以降にフレンドさんとかとトレードする機会がある方はですね、月火とかはポケモンのボックス整理ですよね、あまりやらない方がいいんじゃないかなという風に思います。せっかくね、同じそのポケモンを、まあ、この飴にするとかだったら、まあ、交換しちゃえばね、飴がよりもらえるし、XL の飴もらえるしという風になっておりますので、ちょっと月火はボックス整理とかの、効率はまあ、比較しちゃうとね良くないという風に言えますので、まあ、この点はちょっとね注意していただいたらいいのかなという風に思います。さらにシーズンオブゴーからですね、アメ XL を入手できる TL が40から31ですよね、まで引き下げとなります。今までね XL まだ入手できないんだよな、先が長いんだよなと思ってた方はですね、この水曜日からがチャンスでございます。またシーズンオブゴーはですね、野生のポケモンとか卵等の入れ替わりというのもございます。まあ、ここの詳細知りたい方はですね、以前ですね、シーズンオブゴーなるよと、まあ、サムネでダダンと出ている動画がございますので、そちらの方をご覧いただければなというふうに思います。そして水曜日の10時からですね、伝説レイドが海洋ガに切り替わります。水タイプの最強クラスのアタッカー、将来性も抜群ということで、まあ、ここでね、まあ、今までちょっとなんだかんだ 100% 持ってないんだよなとか、色違い実は取ってないんだよねっていう感じの方はですね、頑張っていきましょう。海洋ガ、まあ、水タイプ単体ということで、まあ、やっぱり電気タイプが上位に来てますよね。ゼクロム、エレキブル、ボルトロスのレイジューフォルム、ジバコイル、ライコーにレントラ、ロズレイド、ここでね草が入ってきますね。ということでこの辺の上位にね来ている、ポケモンたちを編成して対策してあげましょう。そして同じタイミングでですね、メガレイドも切り替わりまして、メガハガネール、こいつが出てくるようになります。まあ、これ一度ね、実装されている、メガでございますので、まあ、復刻という形ですよね。メガハガネールなんですけれども、弱点が炎、水、格闘、地面という風になっております。それらのタイプの中でコンボ DPS 高いよってやつらがここ並んでおりますね。まあ、ランドロスやルカリオ、こういったところですよね、が割と威力もありますし、あとはレシラムですよねとか、シャンデラ、ヒヒダルマ、こういう炎タイプのやつらも、まあ割と大ダメージ当たることができます。ただまあこの耐久面ですよね、相手からね来る技っていうところのタイプも考えると、まあランドロスが現状一番いいんじゃないかというふうに言われております。でまあメガハガネールなんですけれども、地面と鋼の2つのタイプを持っているんですよね。ということでまあこれでね、メガレベルの高いそのメガ進化のポケモンあんまり作ってないよという感じの方はですね、今回結構エナジーをちょっと集めておいて、メガレベルをねちょこちょこ上げていくっていうのも全然ありだと思います。以前とね、そのメガ進化って仕様がやっぱ若干変わってきていることで、今までだったら別にこいつ一回図鑑登録だけすりゃいいかなって思っていたやつらがですね、まあ、ちょっとその活躍する場面が出てきたりとか、そういうこともございますので、まあ、今回ねスカラカンエナジーすればないよって感じの方はですね、何戦かやってみてもいいかもしれません。そして水曜日ということで18時19時はレイドアワーが、こう開催されます。海洋ガのレイドアワーしっかりやっていきましょう。これ6月はですね、他のこの後控えているグラードンとミュウツーっていうのは2回レイドアワーあるんですけども、海洋ガは1回しかないんですよ。これ初日しかないという、まあ、罠なので、しっかりとですねここで参加しておきましょう。でここの海洋ガなんですけれども、このシーズンオブゴーがね始まったタイミングでね、さっきもお話しした通りトレードした時のですね、雨の入手確率、入手個数かが上がったりとか、 XL がもらえたりだとか、あと特別な交換が1日2回できるようになったりだとかっていうのがありますので、個体値がちょっと微妙だなっていう海洋ガを引いたとしても、トレード用に取っといた方がね、個人的にはいいんじゃないかなというふうに思います。シーズン中ね1日最低2個はですね、海洋ガを送り出せるっていうのはね結構メリットだと思いますので、まあよかったら覚えておいてください。続いて木曜日です。木曜日ですよね、大発見が切り替わります。大発見報酬がアローラベトベターから、ギアルの方に切り替わります。アローラベトベターは別にいらないな、ギアルがいいなっていうような方がいらっしゃった場合はですね、まあこの例えば月火水とかあえて大発見ですよね進めないっていうのも手かもしれません。そしてこの木曜日からですね、ゴーバトルリーグシーズン
11。はい、こちらがスタートいたします。これ前のシーズンはですね、レートがなかったシーズンなのですが、またねシーズンが復刻というふうになっております。でここで注意していただきたいのは、まあ、特にまだこの当日ではないんですけども、ランクですよね。1個前の調整のシーズン、レートがないシーズンで割と高ランクまで来ていた方で、まあ、つまりはマスクのピカチュウ受け取りちょっと手前で止まってる方とか、これもったいないので必ずですね、これまあ木曜日、まあ、正確には水曜日ですよね、10とかにしっかりと進めておきましょう。まあ、これ駆け込みでですね、日曜日のゴーバトルデイで終わらした方っていうのもいらっしゃると思うんですけども、ここでちょっと間に合わなかったという感じの方はですね、ちょっとこの木曜日までに必ずやっておきましょう。もったいないんでね。そして金曜日ですよねっていうのは特に更新がなくて、土日がゴーフェスとなっております。で土日のゴーフェスに関してはね、ちょっと別でね、ゴーフェスガイドみたいな動画を出させていただきますので、ここであまり突っ込んでねお話しないんですけれども、まあ、ゴーフェス始まるとですね、むちゃくちゃポケモン捕獲することになると思いますので、これだけはやっておいてください。ボックス整理ですね。はい。で、先ほどもお話しした通り、ボックス整理ですよね。今週の頭の方でやってしまいますと、ちょっともったいないので、シーズンオブゴーですよね。の、シーズン入ってからですよね。で、フレンドさんがいるなら、フレンドさんとのトレードと、ボックス整理っていうのを兼ねてやっていった方がいいのかなと、個人的には思っております。で、ゴーフェスね、始まった後ですよね、にチケット買えるかどうかっていうのは、ちょっと現状わかりません。チケット悩まれてる方はですね、まあ、土曜日より前ですよね。まだ金曜日までにね、決めておきましょう。はい、ということでね、まあ、今週のイベント内容を見ていきました。細かくね、結構見るとですね、このシーズンとか伝説への切り替わりということで注意しないといけないポイントってのは結構ありましたね。いや、ゴーフェスもうすぐですよ。はい。で、今回のね、このゴーフェスっていうのは、まあ、全世界のゴーフェスなので、まあ、もう全トレーナーが参加すると思うんですけども、今回って割とこれはもう始まりなんですよ、夏の。今回ここの6月の上旬でゴーフェス1回全世界やりました。この後にアメリカ、ドイツ、日本だったら北海道ですよねのその地域限定のゴーフェスってもドンドンドンってあって、その後ゴーフェスのクライマックス、フィナーレでしたっけ、それを締めくくるイベントってのもあるわけですよ。でもう絶対もう 99% もうほぼ 100% と言ってもいいです。もうこれのどっかのタイミングでウルトラビースト絶対発表きます。だってうつろいのこの前出たもんツイッターでも大々的に中で宣伝してたもん。まあ、なのでもうその次のウルトラビースト系の発表もですね、すごいね心待ちにしているという、ね、状態かなというふうに思います。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだツイッター、インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。